皆さんこんにちは、ポケモンのロッチです。どうもコウスケです。よろしくお願いします。お願いします。はい、さあということで今回はロイヤルクラウンというゲームですね、紹介したいなと思います。はい、うん、はい、まずはまあこのゲームどんなゲームかっていうところをね紹介したいんですけど、はい、まあちょっと資料あるんで、はい、その資料見ながら紹介したいなと思います。お願いします。はい、こんな感じですね、グラフィックとかの特徴としては、うん、まあ、ちょっとポップな感じですね。そうね。うん、ちょっと優しい世界観、ちょっと絵本系というか、うん、そういう感じの世界観とかビジュアルになっております。はい、今回のこのゲームの要素なんですけど、バトロワとモバの要素ということで、まあ、どっちかというとモバっぽい要素が強くて、そこにバトロワをこう合わさったみたいな。おうおう、まあ30人が同時に始まると、対戦30人ね、はい、でこうバーってまだ硬化していって、たくさんのフィールドでこう素材を集めながら自分を強くしていって、はい、出会った敵を倒していくと。はあ、なるほど。で最後の人のやったら勝ちと。じゃあ戦う時がモバ要素みたいな感じかな。あ、そう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 。でスクワットとかデュオとかあるんで、まあ、最後の1人だったり、まあ、1チームですね、その1チームになったら勝ちと。でいわゆるね、こうどんどん範囲が狭くなってくる、はい、バトロワである、はい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 、範囲が狭くなってくる。最後はこう敵がぶつかるようなシステムになっております。うん、はい、このですね、装備ファーミングっていう、まあ、いわゆる装備を集める要素なんですけど、うん、いろんなこう箇所に素材がいろいろ落ちてるんで、はいはい、それをこう集めながら合体させて、それを装備にして自分を強くさせていくと。あ、宝箱から取ったりとか。あ、そうです。あと木切ったりとか。あ、へえ、そういう建築みたいなのもある。あ、そうそう。あとキノコを漁って回復回転を手に入れたりとか。あ、素材を取ってくんだ。そうそうそう。で、薬草があったりとか、はい、みたいな要素がいっぱいあったりはします。はい、あ、これがですね、デュオのメンバー、デュオ以上ですね、デュオトリオの場合に、うん、味方を回復したりとか復活させたり、うん、っていうのができる要素になってます。はいはい、まあ、これもバトロワのね、チーム組んでやると、まあ、大体みんな分かってる人は分かるような。そうそう、結構定番ですね。うん、まあ、モバの要素としては、時間が経つと徐々にこうレベルが上がっていくと、うん、で、近くにいるモンスターを倒したりとか、あと他のユーザーを倒したりすると、うん、レベルがより効率よく上がっていくと。はいはいはい、で、レベルが上がっていくと、スキルを覚えられるので、はい、アクティブスキルが、3つですかね、うん、であと必殺技が1個あるという感じで、うん、なんか結構相手の、動きを遅くするとか、うん、あと自分の動きを速くするとか、あと当たるダメージを増やすとかっていう補助があったとか。普通にじゃあこう攻撃、必殺攻撃みたいな感じじゃなくて、バフデバフみたいなのもあったりする。まあ、あります、うん、あとこれではまあトリオとかデュオの場合なんですけど、うん、まあ、パーティーで補助役を決めたりとか、うん、メインアタッカーを決めたりとか、あとはまあ自分が近距離だったら味方に長距離キャラがあったりとか。あ、はいはいはい、あと地形ですね、隠れれたりするんですよね。なんか例えば草がすごい生い茂ってるところは視界を切ったりとか、うん、これモンスターハントですね、狩りのシステム。まあ、これちっちゃいのから大きいのまでいるんですけど、うん、でかいドラゴンとかだとマジ一人じゃ倒せないから、そういう時は味方と協力して倒すと、はいはいはい、で素材をまあしっかり回収して強い武器にしたりとか。うわ、結構やること忙しそうで楽しそうだな、これ。そうな、やることいろいろ。俺結構そういうの好きよ。ああ、そう、うん、これ楽しみですね、実は。で今回、すごくこの本作のポイントになるのがこのプリセットっていう要素なんだけど、うん、はい、まあ、この手のゲームって素材集めるのに自分でどの素材を集めるか取捨選択しながら、うん、その中でどの武器を作るかっていうのも戦いの中でも考えていかなきゃいけない。いや、でもそんなのバトロワだから時間ないよ。ないし、うん、もう覚えてられないわけですよ、うん、そのハードルが高いというか。なんですけど本作はプリセットっていう武器防具あと補助アイテムみたいなのを、うん、あらかじめこう設定したわけです。これ欲しいっていうのかな。あ、そう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 、これを装備したい、うん、目標ですね。ウィッシュリストみたいに入れる。そう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 、うん、でそれに合わせてマップ上にこの順番でこの場所に移動すればしっかり全部揃いますよっていうのがまず設定されます。へえ、うん、なおかつその場所に行ったらそのフィールドで手に入る、アイテム一覧みたいなの出るんだけど、うん、自分が本当に必要なものだけ星マークがついて、うん、それ以外は拾わないようになります。あ、それ便利だね。そうなので、その簡単に言えば数字がついているところに移動して、マップ上にね、そうマップ上に数字がついているところに移動して、うん、まあ、F ボタンを押すとデフォルトだと F ボタンを押すとアイテム探索ができるんだけど、うん、それやって回収して、それやって回収して装備をピュッて勝手に作っていくみたいな。じゃあそれで強くしていくと、そう、自分がどんどん強くなっていくと、めちゃくちゃ簡易化されてる、やりやすくなってるっていう要素ですね、うん、はい、みたいな感じでですね、遊べるような環境を作ってもらったんですけど、ちょっとレベルが低かったりするんですけど、うん、基本的にはそのレベルは関係ないので、まあ、あれよね、だからいわゆるバトロワだから、そう、プレイヤースキルから始まる。ああ、そうそうそう、うん、プレイヤースキルが重要になるので、まあ、とりあえず始めてみたいなと思います。はい、お願いします。はい、さあということですね、まあ、一旦ちょっとキャラを、まあ、選ぶところから、はい、ちょっと今マッチングちょっと時間かかるんで、うん、ちょっとキャラ選ぶところからいきたいなと思うんですけど、うん、どうですかコウスケさん、なんか気になるところあります？いやー、俺でもね、こんなにいっぱいいると思わなくてさ、うんうん、このなんつうの、俺も本当に 2,3 キャラかな、もう最初だから、ね、はい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 、はい、思ったけども、最初からまあ
もしかしたら後々増やさなきゃいけないだと思うんだけど、はいはいはい、こんなにいると思わなかったわ。うん、すごいいるのよ。え、俺っち的にこうおすすめは何なの、はい、あ、まあ、まず僕がそもそも使うキャラと被っちゃいけないんで、うん、そのね、ちょうど今選んでるやつの右側、これ、そう、これ僕使うと思ってるんですけど、はいはい、好きだね、おじさんキャラ。そうなんですよ。なんで、コウスケさんにはやっぱりあの遠距離の女性を使ってもらいたいんで、一番上の方とか、はいはいはい、一番上の、ね、女の子とか。あ、可愛いですね。あ、ベラね、この羽生えた赤眼の子、はい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 、可愛いですし、まあ別に遠距離にこだわなくてもいいんで、例えばその1個下の女性ですね。あ、これね。あ、その右側かな。そう、この辺の。あ、ソーニャね。ランスを持ったソーニャちゃんとか。はい。これは？カースが。え、言うて言うて。カースが。いや、言うて言うて。どこでそうよ、いや、オードリーとか。ああ、そこか。びっくりした。若林似て偏見だなと思った。はいはい、まあそんなやつが言った。ああ、この門がもういいですよ、ね。ああ、いいね。なんか見た目と違う、こんなに重戦士みたいな感じなんだね。魔法使いっぽいですけど。うわー、おすすめ。まあでも結果僕おすすめはやっぱちょっと近接とかもありだと思うんで、僕ソーニャちゃんおすすめです。これね。あ、そう、ソーニャちゃんおすすめです。はい、これぜひじゃあ、はい、小杉さんこのキャラクター使ってもらって、僕はあのコルクでいきます、ね。わかりました、はい。エルマにします。どういうことや。どういうことや。でも最初から決めてたんで、エルマに決めたんで、もう本当に。いや、ちゃんと遠距離したから。ああ、確かにね。うん、はい。ということでマッチングしまして、はい、キャラクター選んでください、うん、いや、もう俺決めるわ。いや、お前もう絶対裏切るよ。よし、おらー、まあいいけど。でプリセットも選んでいただいて、うん、このプリセット選ぶのがすごい重要でして、はい、実はもうあの事前に小杉さんには説明しちゃったんですけど、うん、まあ、このプリセットがすごい、あのさっき説明したやつね、重要なんで、はい、ちょっとまた後ほど改めて紹介したいなと思います、はい、うわ、楽しみ。行くぜ。これどうする、一緒に動く。いや、でも俺でも真ん中のこのアイテムショップよ。ああ、俺ね、ここなんだよね。遠い。でもいいよ、一緒に行っても。じゃあ一旦俺のとこ行かんじゃん。うん。ここ一回行って。あ、一緒に飛べるんだ。そうだ。あ、ちょっとずれてね。あ、違う、これ。来てるか。来てる来てる来てる。多分一緒にいた方がいいじゃん、最初は。そうだね。え、なんならこれ別パイない？いる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 。ここでもワンパ、ワンパっぽいよ。ワンパっぽいな。もうなんか、2人ともやってるから、なんかガチ。ワンパ、ワンパって。ワンパ。大丈夫、これもガンガン開けに行くよ。ガンガン開けに行こう。あ、でも俺も取れるわ、なんかなんとなく取れると思うよ。あー、あると思うよ、多少。あ、でも俺っち優先の方がいいか、ここは。そうだね。そうで、俺っちに守ってもらった方が。確かに確かに。うわ、なんかなんだかんだやっぱあれね、あれだね、こう、バトル終わって楽しいな、連携してるからね。まあ、このゲームはこんな感じでですね、最初にこうアイテムを集めながら武器僕を揃えていくと、うんうん、でこの右上のこの画面ですね、ここに近くにある必要なアイテムがあるんですけど、星がついてるやつだけピックアップしていけば、まあ、理想の装備に整っていくと。でも全然関係ないところでも揃うんだね。あるある。ただまあその番号があるところに行った方が、まあ、より効率がいいですよ。そういうことね。でここには僕が言ったのが、あのワープゾーンですね。ワープゾーンに入ると別のワープゾーンに飛んでいけると。はい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 、これ飛ぶよ。じゃあ、はい、飛びましょう。え、このアイテムショップ、カラス採石場かな。そうだね、そこが良さげだね。で、俺ちょっと魔法アイテムショップの方寄りたいな。 OK です。ちょっと俺上に2個あるから、2があるから、ちょっと上行ってくるわ。 OKOKOK、まあ、こんな感じですね、右上の袖が詰まってきたら右下にこんな感じでアイテムが出てくるんで、星がついてるやつだけこうタップしていくと、はいはいはい、あ、俺終わった終わった、集まった。うん、俺次ね、この生命の草原ってとこだわ、うん、俺っちのとこ行く。一旦合流してもらっていい。あ、でも敵いるわ。いるよ、なんか赤い毛出てるし。町にいる、町にいる。ここでも集まる。ちょっと、そっち寄るわ。はい。これでも多分ね、本来ならお互いに何が必要かとかを全て把握してれば、はいはいはい、アイテムの受け出しとかできると思うんだよね。でもなんか俺、なんとなくここ揃うわ。あ、ほんと？うん、ガンガン集めてきた。このね、赤いレーダーっぽいのは滝だと思うんだよね。はい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 、うん、敵っていうよりあれじゃないの。あ、やばい、来たわ敵でしょ。こっち来た、こっち来た、後ろ待て、俺っち来た、来た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 、行く行く行く、いるいる、ここ行け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 、やっちまうぞ。あ、どこ行った。これマウントでね、追いかけた方がいい。転送した、右から回ってる。あ、上にもいる。そっち行くわ、そっち寄るわ。でも相手逃げてたね。でもあんまり追わなくていいんじゃない、これ。いこいつに行ける。そう、こいつやったろうぜ。いいぞ、いけるいけるいける、いけいけいけ。どういったの。あ、これワープしたの、右側に。チコスケ上からかいける。オッケー、これ楽しいよ。よし、やべえ、見失った。見失ったな、戻ろう。いた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 、あ、いるいるいる、ここにいるわ。
別のやつ来た。よし、こいつじゃあ、こいつ操作する。ソーニャ来た、ソーニャ。うん。おれ、ちょっと待って、やられてない？死んだー！ちょっと待って、やばい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 。ちょっと待って、全然強いんだけど、全然。でもね、うん、俺が思ったのは、うん、ソーニャ強いわ。おい、ソーニャ強かった。先にあの遠距離型を殺しとけば、うん、いけたかもしれない。なるほどね。くそー、俺っちボコボコにやられてたやん。びっくりした、俺も。めっちゃ殴られるやん。じゃあもうちょっとさ、うん、ちょっと強くしない？確かにね、同じぐらいのレベルだったから、うん、もうちょっと強化してから行きたいところです ね、はい、っていうのがちょっとまあこのね、ざっくりとした内容なんですけど、はい、今ね先にちょっと出てきたプリセットっていうのを軽く紹介したいと思います、うん、で、ゲーム前のコネスに準備っていうところを押してもらうと、はい、このプリセットがすっ出てきます、はい、これがさっき言ったの便利なやつですね、うん、で僕今使ってるのがこのコリクですね。コリク使ってるのはこのやつ使ってるんですけど、はい、本来ならこのプリセット作成っていうので、うん、まあ、自分が使いたい装備ですねをこうやって選んでいって、はい、まあ、こんな感じでこう設定したり、うん、まあ、武器2つもいらないんですけど、うん、まあ、こんな感じで、設定したりとかしながら自分のプリセットを作っていきます、はい、なんですけどこれちょっと知識が必要になるじゃないですか。いや、さすがにやりたての人は分かんないよね。そうなんですよ。なんでそういう場合はこの共有ですね、共有とかまあ推奨もそうなんですけど、はい、この共有のところから他の人が作ったものをインポートすることができます。はあ、なるほど。で他の人がこうやって作ったやつを見ながら、あ、これいいじゃんっつって、まあ、採用していくと。しかもあれなんだ、評価みたいなのあるんだね。そうなんです。右側にこの共有の数といいねの数があるんで、うん、まあ、この辺から参考にして使うといいかなと思います。はい、っていうので僕は1個帳もすでにインポートしてるんで、これを使ってさっきはセントに参加しましたと、うんうんうん、いうことで、これ本当に便利なんで、あの皆さんまず始めた時は自分でキャラクターを選んで、そのキャラクターの共有からこのプリセットをインポートするっていうのを忘れなくという感じでございます、はい、じゃあマッチングしていきます。はい、よし、じゃあ俺っち出して。あ、俺さっきと一緒。ここだね。俺アイテムショップだな。まあじゃあ、でも監視遠いよ。いや、アイテムショップの方がいいと思う。アイテムショップ降りて、うん、あれにしようよ。その移動しよう。あ、いいよいいよ。で、範囲外だからさ。あ、オッケーオッケー。ね。あ、コウスケの色は。嘘。コウスケの色。マジか、うん。気をつけて。右上の方にいると思う。オッケーオッケー。で俺のめっちゃバンバン箱開けとくから、うん、必要なもあったらバンバン取って。あ、でも結構出るアイテム違うな。違う、うん、俺もちょっとまだね把握できてないんだけど、アイテムを使うと、うん、その一時的に瞬間移動できたりとか、はい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 、でそれによって壁を越えてその、うん、なんていうの、相手のこう追撃を免れたりとか、うん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 、ってなかったりするから、その辺までねうまく使える。全部揃った全部揃った。あ、いけた。じゃ次どうしようか。じゃ このカラスのとこ。あ、でも俺も近いわ、生命の草原。オッケー、そっち行こう。2がさ近いんだよね。オッケーオッケー、行こう行こう。だったらいいか。生命のエッセンスが欲しい。生命のエッセンスがあれや、もう終わる。もう終わる。くそ、ない。なんか生命のエッセンスっていうぐらいなんか敵倒す感じあるよね。そうなの。あ、あったあった。あれであったわ、薬草から手に入った。ああ、なるほどね。でもあとなんか丈夫な根ってどうなんだろう。丈夫な根は木やってるんじゃね。薬草だ。待って、敵来た。けど大丈夫、まだ敵いるかも近く。なんか薬草から出るらしい、丈夫なね。パン、オッケー、揃った揃った。オッケー、もう次はどっか行こう、どっか行こう。もういいよ全然。マップ的には大丈夫そう。マップ的にはもう下だわ。オッケー、そこ下。うまくできてんなそれ。やっぱこれ人のプリセットだからさ、できてんじゃん、ね、うまいこと。いや、いるなここ。コスタの北側にそうできる。マジで、うん、でも俺も下来てるよ。あ、いやいや、探していいって。俺も弓、もう弓あれよ、めっちゃ強くなった。青なんか来てる来てる、やばいやばいやばい。でも5、レベル5。すごい、馬のさ、あいつ。あ、待って、なんかいる、下この左下もいる。いるね、いるね。相手が特に7よ、レベル7。光線的じゃなきゃすぐですよ。あ、でも俺そこ、あ、川だな。これじゃない？川まで行かなきゃダメか。うん、これだこれだこれだ。やばい、4がのやつが来た。いや、カロこれ4はいけるかも、うん、あ、いけるいけるいける。はい、ざまー、ナイスナイス。そういうことなんだよな。オッケーオッケー、ナイスナイス。このやこのアイテム、あ、来てる下。あ、でも待って、5、レベル5が2人。でもあいつらちょっとダメージ食らってんな。やるか。
じゃあこのこっちのオードリーの方狙うよ。オードリー狙ってる。オードリー狙ってる。俺も回復してるわこいつ。いけ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 。ふざけんな。あんまり。あでもいいよいいよ。めっちゃやってるめっちゃやってる。オッケー倒せる倒せる。これ。うー何深押しすぎない。おれオッケー。あなたの攻撃でオードリーノックアウト。いいよ。ナイス。このままいける、このままいける。あーまい、俺死にそう。オッケー。俺死にそうかも。オッケーオッケー。あーごめん、この後の復活できるから。でも俺ちいけるでしょ。ナイス。いいね、やっときたやっときた。来てますやん。強ない俺は。これでも速攻で、あーでも回復。結構回復する。でも俺っち意外と戦えてんね。戦えてる装備なくても。オッケーオッケー。持ち物がいっぱいです。やばい。捨てた方がいいね、いらないものは。どれだ。もしくは右下でもう星ついてるやつはガンガン作った方がいい。星ついてる、いや星ついてるやつ全然ないんだよね。あじゃあアイテムボックス開いて星ついてるやつは捨てた方がいい。捨てる。どっち捨てんだ。ね、左クリックか、左クリックか右クリックで捨てる。捨てるね。外にこうキュッて投げ捨てる感じ。オッケーオッケー。オッケーオッケー。ナイスナイス。あ、間違った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 。焦んな焦んな。よし。持ち物がやっぱ来てる。敵来てる。敵来てる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 。バスティング8。やるでしょ。いやでもあいついいよ、いい感じ。オッケー。こいつでも寄ってんじゃない？寄ってるわやっぱり。味方の方寄ってる。これやばいかも。強い。あやばい、これ強い。いけ。あ、えぐいえぐいえぐい。やばい、これさすがに無理だ。強い。しかも8だから紫装備だじゃないこれ。そうだね。くー悔しい。これでも2人の装備揃うの超むずくない？だからやっぱ近いやっぱ人なのかね。はい、ということでですね、一旦我々作戦を考えまして、うん、同じプリセットにすることでフィールドを同じように回れると。なるほど。我々今までバラバラだったんでちょっとね、お互いの装備が集まらなかったんですけど、お互いの装備が集まるように同じプリセットを使ってみました。まあ、もしかしたらね、はい、その装備の相性が、あ、間違えよ、相性が悪いかもしれないんですけど、うん、それを加味したいのも一旦そういう風にやってみようという。やってみましょう。で、俺もキャラを変えます。はい。もう俺っちがずっと言ってたこのソーニャにしてみます。近接近接で。ね。で、俺のプリセットの名前ちょっとこれ出せるかな。なんとソーニャ合わせ。いいね。俺と一緒ってことね。そう、これソーニャと、これソーニャの画面と、ね、入れ替えると多分分かると思うんだけど。はい。そこんな感じで、まあ、同じプリセット使っていますという感じでございます。うん、いけるでしょう。勝ちたい。勝ちてー。まあ、このままゆるゆると、あ、いるね、左後ろにいるね。いた、赤眼の子がいる。あのハンターの、あ、もう降りてるやん。うん、アーチャーの子。やばい、行こう。あ、左後ろいるね、出てる。オッケーオッケーオッケー。あ、もう来てるわ。戦うんかな。いや、離れてるね。あ、でも、中入ってる。あ、いや、やってきてる。あ、俺行く、俺行く。あ、待って、これ、2部隊が別パイル。フォーカスしよう、こっちの手前側のやつ。うん、この、こいつね。そうそう。やべ、俺これ死ぬな、でも。いや、それずるいよ、その初手で来んの。めちゃくちゃこいつ痛い。痛い。くそいや、まあ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 、こんなもんですよ。初手ファイトはこうなることありますからね。うん、次行きましょう。俺ちょっと手前から落ちるわ。あ、でも奥の方がいい気がするな。なんか手前にみんなさ、狼の森とかでみんな降りたっぽいかな。次のさ、その甲府の坂間のことを考えると右下らへんがいいんだよ。そうそう、だからこの辺に降りるわ。オッケーオッケーオッケー。よいよい。まず武器を。やべえ、もう来てる俺。俺っちかと思ったら別のコリクだこれ。やば。別コリクが来てる。戦ってる。待って、戦ってる俺。ちょっと来てほしい。待て待て。もうふざけんなてめえ。同じぐらい。あ、でもいい感じダメージ。これ勝った。はい、そういうこと。ナイス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 。残念だったな。ナイスすぎるそれは。一人で来たからよお前は。そういうことになるんすよ。あぶね、ナイス、ありがとう、助かった。これでも殻が速攻で仕掛けてくるタイプ。いや、もうほんと速攻仕掛けてきたと。こいつ、こやつ味方がワンチャンやからな。そう、味方が、でもまあ一人だからね、味方。そうだね。あ、全部揃った。オッケー。あ、待って、布がないわ。オッケー。
布そこらにありそうやけどな。そうなんですけどね。間違えた、音もしてた。この家だけ見たらちょっと行くわ。あー、敵のレーダー反応してる。いるぞ、この辺。そう。ちょ、そっち寄るわ。あー、でもまだ大丈夫か。一回、一瞬だけ見るわ。うん。アイテム集めちゃっていい。うわ、ないな、布。あ、一瞬出たな。揃った、揃った、揃った。オッケーオッケーオッケー。次行こう。俺が緑のピン刺しの方で。じゃあ俺もう3刺しとくよ。はい。よし。で、マウント乗って、ライオンになってるかな。はい、羊。まあ、シャーなし。あ、そうやさんいる。こいつ、狩ろうぜ。待て待て、行く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 。こいつ多分ね、ワープしようとしてた。ワープしようとしてびっくりしてる。あ、いいよ、今ならハサミできる。ここに、この、ここ。そう、今のあのワープ。あれ、軽く割れるとちょっと厄介だから。でも無理じゃない、これ。いや、これでいけるいけるいける。そう。で、敵勝った方が、プレイヤー勝った方が、経験値多いんだよ。これ無理だな、ごめん、こいつ。やめよう。息ぴったり。でもあいつ一人じゃん、多分、ね、いやでね、今合流しに行ったんじゃない。あー、その可能性あるね、うん、よし、行こう。探索開始。取られてそうだけどね。そうだね、空いてるわ。まあ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 、おこぼれもらおう。必要なやつだけ。ただなんか知られたところによるとね、ソーニャ人気キャラっぽいから。あ、結構ソーニャのキャラ。そうだ、ソーニャのアイテム取られてるかもね。かもしれない。プリセット多い可能性ある。そうね、強えもん。移動ができるの強いっぽいね。その攻撃で移動ができる。あー、コウスケなんか今レーダー一瞬出た。右下にいるかも。オッケーオッケー、今そっちを。あ、来た。寄ってるわ。でも逃げてった。なんか補助キャラっぽい。でもレベル5だから結構漁ってる。間違えた。大丈夫。うん、今のところ大丈夫。ちょっとレーダー出てるけど。合流しに行ってんのかな。多分ね、俺のいるところの下らへんにいる気がする。今どうしよう。あー、大丈夫か。どうした。どうしようか。あと俺銅がちょっといるな。俺もなんかあれだけだな。の鉄の延べ棒だけで終わりだわ。オッケー。鉄の延べ棒。あ、死んでろ。金縁の人死んでる。あー、なんかレーダー反応してる。こっちは行くわ。左下にいるっぽい。 あ、いる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 。あいつから。あいつから。いや、敵やったわ。コウスケだと思ったら。あ、待って、いる。いるぞ。やべ、強え。近いやつ倒す、こいつ。近いやつ、こいつ、うん、無理だ、これ。無理だー。強えー。強えよ。青くなってたもんね。うん。むずいな。強いね。まあまあ、でもまあこういう感じと、はい、いうことで。いや、でももうちょっと多分知識を覚えれば楽しくなってくるね、うん、そう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 、これやっぱね、俺らまだ結構知識が足りない状態で戦っちゃってるから、なかなかね勝てないけど、あと多分ね、スキルの相性とか、うん、そういうのもあると思うんだよ、ね、はい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 、俺らのね、俺ら側の、うんうんうん、なんか俺のやつの技だと相手を沈黙させるみたいな、はい、スキルを打たせないみたいなやつもあったりするから、うん、そういうのうまく使いながら、まあ、相手にスキル打たせなくして、うん、スキルついて2人で倒すとか、はいはいはい、そういう方法もあったりすると思いますので、ちょっとまだまだちょっと研究の余地ありということで、はい、とはいえその本来であれば最初に覚えなきゃいけないことめちゃくちゃ多いと思うんだけど。そうね。なんだけどプリセットのおかげで。プリセットもあるし、あとトレーニングとか結構俺裏でやったんだけど、うん、結構充実してたから。ああ、そうなんだ。うん、それやるだけでも全然最初知識覚えられると思うけどね。なるほどね、うん、まあそんな感じでですね、はい、本作すごくプリセットという要素が特徴になってまして、うん、かなりこの手のゲームをまだやったことないよという人でも楽しめる内容になっておりますので、はい、気になった方はぜひプレイしてみてほしいなと思います。はい、といった感じで今回の動画以上となります。それではまた別の動画で、バイバイ。